ようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。今日はね、俳優さんがお亡くなりになりました。はい。お亡くなりになりましたね。脇役の方でも結構有名な方もいらっしゃると思うんですけど、西村雅彦さんだったりだとか、あとアイトキースというコンビを組んでいた石井さんだったりね、主役ではないけども結構脇役だけど有名だよねっていう方もいらっしゃったりしてますよね。でその中で斉藤洋介さんがお亡くなりになったそうです。69歳でね、デビュー作で、ドラマのデビュー作っていうのは「男たちの旅路」という、ドラマだそうです。でちょっとね、おもながというか、ちょっとにじられやすい顔っていうか、まあ頭というか姿勢だけども、いじられやすいタイプだし、ちょっとね、失礼な話だけど、本当に失礼なんだけど、ちょっとしゃくれている感じがある、なので、まあ、それとかだよね。バラエティとかでこの方もちょくちょくね、再現 VTR だったりとか、まあコント形式のドラマであると思うんですよ。ちょっとお笑いが入ってるようなねやつがあったりとかするんだけど、それでもまあちょっとね、ちょっと失礼な話、お顔をいじらせていただいてる。ちょっとね、ちょっとしゃくれてるなっていうのを、まあいじったりだとか、ちょっとお笑いに取り入れたりだとか、ちょっと思いながらところをいじられたりとかっていうのがありましたけど、その方が19日に亡くなったそうです。で、複数の関係者によると、これヤフーのね、元ネタなんですけど、数ヶ月前からなんかがんが見つかったそうなんですよね。数ヶ月前っていうと多分今年に入ってからなのかな。でもまあなると信じて、まあご本人もそうだし、ご家族だったり、そうですよね、事務所の方だったり、もう本当に濃い関係性のある方はもうね、なると信じておられたと思いますね。本当に末期な状態でもね、なる方もいらっしゃるだろうから、なのでまあ放射線治療などを続けておられたと。で俳優さんとしては晩年まで活躍されていた。で8月21日に公開した、アクション俳優さんの、主演映画では山崎賢人さんと共演されていた。で幅広い演技力で善人から悪役までこなし、バラエティでは人柄がにじむひょうひょうとした雰囲気で人気だった斉藤さんと。そう、確かにそうだよね。だから大半の方が、まあ、本当に人にも優しい、良さそうな人っていう、本当に近所のね、おじちゃんっていう感じもあれば、誰だっけ、KinKiKids の2人かな、その2人がやられていた人間失格だっけ、
その中でもう出ていらしたのかな。うん、そういう、まあその番組、その番組っていうかそのドラマは本当に失礼ながら見たことないんですけど、結構ねこの人の役がすごいムカついたよねって、この人の役なんだけどこの人がムカついたよね、ところどころでひょいって出てきてはその主人公だったり、まあ、主人公に通じる人たちをその喧嘩じゃないけどもう暴力で振るったりだとか、金に物を言わせてなんか やらせたりだとかっていう、もう本当に極悪人のようなそういうことをやっていたと。まあ本当に本当ならね、役柄なんて、うん、その人自身のその性格ではないので、まあそれに文句言われる筋合いはないんだけど、もうあまりにもこう視聴者側としてはそのドラマにね入り込んじゃったりとかしてて、で俳優さんも俳優さんでその役に何だろう、同化しちゃって、同化っていうのかな、もうその人そのものになっていて、もうね結構よく言われるのが役が抜けきれなくて大変だったっていうね方もよく言われるんですけど、本当にそういう感じの方ですよね。でバラエティなんかでもなんかスマップなんかにも出ていていらしたらしいですね。で特撮シーズン3にも出演されたらしいです。でスマップなどにも活躍されていていたね。なんかこのスマップのなんだろう、ディレクターかなんかの方が、スマップの方じゃないかもしれないけど別のバラエティ番組の方なんかでちゃんと基礎のある俳優さんがそういうバラエティーの中でこうお笑いを取る、ちゃんとしたっていうか基礎がないとそういうああいうお笑いがところどころちりばめられているそのものっていうのはなかなかできないもんなんだよねっていうのをどっかの記事で見たことはありますけどね。でなんかね本当にこう今年じゃない先月じゃない去年の3月ぐらいにさ、振り込み詐欺で、100万円の被害に遭ったことが発覚して話題になった。そう確かにそうだなっていうのがあって、でもその時やっぱあれなのかな、雰囲気が柔らかくなったっていうか、なんか印象的にはオーラがないっていうわけじゃないけど、あなんか違うなっていうのがなんか感じられたような気がしたな。でなんかね去年の10月にある雑誌の取材で俳優さんとしてはねちょっと滑舌がちょっと悪いなっていうことを多分監督さんだったりまあ仲のいい俳優さんなんかにもちょこちょこ言われていたようで、まあそれに対してね結構悩んだという話をされていたそうです。でその時にまあ、ご自身のお父さんからのアドバイスで、
お前ね、ここでやめたらね、何をやってもずっと1年生のまんまだぞって、ずっとそういうことを言われていたと。まあそれを、支えに続けてきたんだっていう話をされていたそうですね。だけど、なんだろう、その滑舌の悪さだったりだとか、ちょっともごもごして話されているなっていうのも含めて、斉藤さんの、なんだろう、持ち味じゃないけど、そのね、上から目線では本当に失礼なんだけど、それを含めて斉藤洋介さんという俳優さんなわけだし、そういうお人柄も含めてね、好きな人がものすごくいらっしゃったと思うんですよね。だからファンの方もいらっしゃっただろうし、あ、本当はこの方は優しい人だったのねっていう、後でね、ハロドキアすっごい役柄でね、あいつムカつくわとか、ひどいわとか、憎いわって思ってたけど、大人になってからは、まあ、そうでもないなって思ったりしてたんだよねって、言っていたそうですね。はあ、ね、ご冥福をお祈りしたいですね。もうね、俳優さん、お子さんもなんかね、次男の方が、俳優さんとしてお仕事されてるようで、まあ、何回かね、そういうアドバイスなんかもされていただろうけども、まあね、本当に、ご冥福をお祈りしたいと思っております。それでは皆さん、さようなら。